私の犬舎は極力、米国エルヒュー犬舎の環境に似合った設備を心がけています。理由は少しでもエルヒューポインターの特質を開花さすための精神的環境を考慮してのことです。米国エルヒュー犬舎では飲み水はバケツに入れています。また寝床の入り口はアルミ製のバネの力で閉まる構造になっています。犬舎周辺にはバラス、つまり小石を30センチメートル以上敷いています。私は犬舎の飲み水を1日にから3回取り替えます。しかし水道料金の節約と安物のブリキ製バケツは亜鉛処理が信用できないことも考えてバケツに入れるのではなく、バケツの底を抜いて水入れ容器の置き台にして見かけ上をバケツの水に見立てています。また、犬舎が市街地ですので、悪臭がすると苦情で飼えなくなる可能性があるので、汚水にも気を使います。汚水はこの前のですね、ライティングを通って下水へ流れ込むようになってます。全寮チャンピオン戦に出勤されていたメジャーレイクランド CHKI クラウンの基礎訓練を受け合った時にはエルフィューポインター系なので犬舎にバラス、つまり小石を敷きました。排尿を流すのが大変で、この時には水道下水代金が月額3万円でした。それ以来バラスは取り除き、床はコンクリートですので極力野外へ連れ出します。私の2階のアイスとミーチがいる犬舎も床はコンクリートです。鶏が先か卵が先かなどと言われますが、私の犬舎は海抜40センチメートルという低い位置にあり、地下水が豊富です。その恩恵で気温が下がってきたので水道水が温かく感じます。若い頃には地下水を汲み上げる打ち込み、井戸作業の経験もあるので、レンタルで打ち込み機材を借りて水道ポンプを購入するという先行投資をすれば安価な水を使い放題です。しかし、エルフィューポインター貧乏をしてますので、ままならぬ状態でなおさら貧乏に突入です。